ちょっと通してくれる？立花さん、やっぱり死神だわ。死神？死神よ。ちょっとめぐるくん聞いてる？あ、ごめん。なんだっけ？
ワトソン君がしっかりしないでどうするのよ。ワトソン君？何変な顔してるの？いや、どうしていきなり助手扱いされてるんだろうと思って。そんな取引した覚えないんだけど。そうだっけ？だいたいなんで物質が寮の中にあるんだよ。おかしいじゃないか。寮の中に物質があっちゃいけないなんて決まりはないし、それにここはずっと前から新聞部が使ってたの。だろ？わざとじゃないよ。乙女の柔肌を狙う欲望、清純な女性とのその毒牙を加減とする卑劣な転校生。おい、女子寮を忍び込む陰湿な手口、狙われる女子高生、性犯罪に手を染める少年の暴走。性犯罪？話は聞いてないね。聞いてないって、そんな。確かに転入が決まったのは突然だったんですけど、僕の父親がこの学園の理事長と知り合いなんです。ああ、そうなの。ですから連絡が来てないってことはないと思いますけど。名前は桃井恵です。もう一度調べてもらえませんか？
わないが、私は一時的な代行でね。本当の管理人はちょうど今休暇を取ってるんだよ。そうなんですか。ああ、もしかすると管理人の方には伝わってたのかもしれないな。引き継ぎミスがあったのかもな。それで、僕はどうすればいいんでしょうか。さすがに野宿の用意まではしてきてないんですけど。いやいや、お父さんが理事長の知り合いというなら大丈夫だろう。何か身元を証明できるものはあるかね。ありません、そんなもの。前の学校の学生証は捨ててしまいましたし。そっか。ああ、大丈夫かな。じゃないわよ、このスケベ！痴漢！変態！とっとと出てけ！ごめん！さっきの痴漢はよくも私の下着姿をジロジロと眺め回してくれたわね。なんとか言いなさいよ。君は誰？こんなところで何してるのよ。さっきはごめん。別に悪気があったわけじゃないんだ。悪気があってやりましたなんて言うことないわよ。それはそうかもしれないけど、さっきのは本当に事故だったんだ。僕はここが自分の部屋だと思ってたからノックもせず開けたんだし。ちょっと待ってよ、ここは新聞部の部室なんだけど。え？
は今日ここへ来たばかりなんだ。管理人室でここが僕の部屋だと教えられたんだよ。おかしいな。確かに空き部屋だって聞いたんだけど、もう一度確かめてくるか。ちょっと待って。つまり勝手に。だからこうしましょう。この新聞部の物質はとりあえず君に提供するわ。けど物質がなくなったら私も困るから、引き続き物質としても使わせてね。要するに、橘さんは僕が不可抗力で君の下着姿を見てしまったことをネタにして僕を脅そうとしてるんだね。まあ簡単に言うとそうなったな。ところどころお互いの見解の相違はあるけど、